縛り実況ドラゴンクエスト8ヒロアツ買わずのサイコロスキルフリーサイコロ縛りやっていきます。ドルマゲスにフルボッコされましたエテポンゲです。負けましたね。負けたな。なのでね、今回は作業、ちょっと作業会になるかな。うん。で、どうすればね、打開できるか。うん。どうすれば打開できるかと、いろいろ考えました。うん。考えました。で、まず一つやること、カジノ行きます。はいカジノ行きます。パルミドのカジノ行きます。はい。そこでね、プラチナの頭、プラチナヘッドだったかな、それを入手しよう。うん。できればパーティー全員分ぐらい手に入れたいところですが、そううまくね、メダルが集まるかどうか。まあ不正はしないようにね、カジノ入ったら一切カットなしでね、やっていきます。セーブしてね、セーブ&リセットしてメダルを増やすことはね、余裕でできますのでね、そこらへんね、しっかり、うん、不正防止ということで。まあちょっとね、動画的にはね、うん、まあ早送りするかな。早送り。あとは、まあカジノ以外、カジノ以外で言ったら、仲間モンスター、うん、仲間モンスターを、捕まえに行きます。はい。よりね、より強い魔物を仲間にすれば、多少なりね、そのドルマゲス戦で役に立つし、なおかつバトルロードを少し進めたいというのもね、あります。はい。できれば B までクリアしたい。うん。そんな感じかな。なので、まずはカジノ行きましょう。パルミドね、まだね、ベルガラックのカジノは、そのドルマゲスを倒さんことには、開業しないのでね。うん、なんで今回はカジノにこもります。で、前回ね、全滅したもんだから、所持金がね、今4326なので、まあ何枚買えるかなって感じですよね。で、いらないものをね、売ろうかなって思ったんだけど、やっぱ基本的にはね、道具屋は使いたくないので、うん、とりあえず、所持金を、はたいてね、装備ゲットしよう。うん。まず確認しておこう。うん。今何枚ある？あー、ゼロー。綺麗にゼロー。まず所持金全部、コインに変えましょう。1枚20ゴールドだから4000円で200枚、200枚かな、違う、400枚か、違う、8000円だろ、これ200枚。はい、200枚って、200枚って、何ができる、200枚って。あ、もうパワーベルトとかマジ交換しなきゃよかった。今となってはもう倉庫行きだからな。プラチナヘッドがだから2つ欲しいよね。2つ、まあ1つでもいいわ。うん、最悪エテの分だけでもいい。ヤンガスはね、ヤンガスじゃない、ククールは言うて75あるんで、
ルーンスタッフもそうか、杖のスキルが上がったことによって杖装備時に攻撃力上がるようになったから強くなったのかな。まあ200枚なんとか5000枚、親島城もちろんビンゴですよ。はい、もちろんスロットは選べるよ、ビンゴです。はい、ちょっと待って、100枚だけ、ちょっと待って、これ2回で終わるパターンあるよね。これ50にしとこうか。いや、ごめん、もうここは黙ってるはずだな。うん、黙ってるはずだ。いきます。頼む頼むよ、これちょ、これ失敗したらもうあれよ、ほんと、もう詰めよ。お願い。23 19、あちゃー5、うー22 泣きそう。8か15 85 85 14、あ、もうダメじゃない、これもう、もう10倍5倍までだったね。13、7こい、7、7。よし、ここ中央に来ました。うん、まだね、行ってないところですね、この大陸は。で、あそこにいるのがゴールドマンなんだけど、まあ、あいつじゃないよね。うん、あいつじゃなくて動く石像ね。うん、が、います。いやー、ありがとうございます、コメント。うん、まあ、こいつも一応戦っとくか。うん、ミスターゴールドね。オッケー、金貨。はい、ゴールドマン。あー、けどあんま強くないか。あんまし強くないね。ま、あいつはいいとして、動く石像だよ、動く石像。で、あとでね、あっちのあそこも入りますね。ここはね、聖地ゴールドだったかな。あ、いたいたいた。
この町はね、最後またもう一回来ます。うん、最後っていうか中盤でなんかイベントがありましたね。うん、頼む、ハイパーポンケ頼む。いやー硬いね。いやー強えこいつ。うわ、もうエースだわ。もうこれでバトルロードか勝つるな。こいつ一人だけでいいんじゃね。強え。マジか、耐えたか。ハイパーポンゲーの猛攻耐えるか。なんかちょっと揺れてる、ちょっと揺れてる。どうする、どうする。クロスカッター使うか。うわー一撃。なんだこいつ超強え。ちょっともう一回呼ぼう。あーもう呼べない、もう呼べない。これ負けたら笑うよねこれね。これ負けたら笑っちゃうよね。うん、笑えねえよ。特技を呪文、ベギラマの方がいいかな。ベギラマ打っとこう。あ、死ぬよね。うん、死ぬよね。確一だよね。ザオラルの成功率パないな。だってもうヤンガスがもうハンマー振るのやめちゃったもんね。なんかもうメラ打ってるもんね。いや、ほんとゼシカのメラミザ頼りだよ、これ。メラミ頼り。ザオラルの成功率。その成功率、ちょっとドルマゲス戦まで取っといてくれんか。超強いんですけど。手は耐えるよね。うん、オッケーオッケー。ちょっとメラミ打ってくれ。ゼシカちゃん、ゼシカちゃんメラミして。まだ耐えるこいつ。あー、ザオラル頼む。ザオラル成功率 100% 成功率 100%変更。ゼシカ命令。メラミ。オッケーオッケー。エテナライ。うん。眠れ。ダメージ通らん。ダメージ通らん。なにこいつ。超強いんすけど。いやー死んじゃった。あー、やばい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 、あーやばい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 。ちょっと待って、命令。メラミー。うわー、こんなん使いてえよー。ハートブレイク。あー、違う。効かないんだろうな、多分。これを使ってたってことは効かないんだろう。
スクルト。うわー、ちょっと待ってくれ。ゼシカはダメ。メイン火力殺さないで。ククールの MP が心配になってくるな、そうなると。ヤンガさん2発耐えれるな。オッケー。ベホマしといた方がいいかな。いや、まだいい。うん。うわー、ここに来ての成功率が。やばい。一回ベホマ。うん。嘘だろ。倒せない。倒せない。ザラキ効かないよな。ちょっと先動いてよ、頼むから。頼む。うーわー、外せ。もう一回行こう。うん。ゼシカをなんとか倒されないようにしなきゃいけない。呪文メラミするかな。